では直転の基本的な技を紹介します。まずは初心者の方にやっていただくような一番簡単な技をご紹介します。側転です。片手を持って振って両手を掴んでそのまま回ります。足はしっかりとつま先を伸ばしています。で片手射点の基本的な技をご紹介します。まずは側転です。体を前の方に上げて回ります。